さんこんにちは、替え玉ニュースのお時間です。それでは本日のニュースです。こちらのトピックスです。まず最初のニュース、甲斐ひろみ豚山ニンニクを見つける。先日埼玉県東松山市をドライブしていた甲斐ひろみが変わったラーメン屋を発見。あのお笑い芸人中山きんに君かと思いきや、店名は豚山きんに君。果たして一体どのような味なのか気になります。続いてのニュースです。ディスコインマネージャー人気番組でいじられる。第2回芸能事務所対抗マネージャー相撲決定戦にて出場したディスコインマネージャー、見事決勝戦に進むも乳首の小ささばかりいじられてしまいました。なお本人は小さくないとコメントしております。続いて最後のニュースです。芸人コニバが機種変更した模様です。これについては電話で確認してみたいと思います。もしもし、お疲れ様です。替え玉ニュースなんですけれども。替え玉ニュースですか？はい、替え玉ニュースと申します。あなたの名前が見えた瞬間に僕だんだんテンションが低くなってあの前回の連絡履歴を見ると、どうやら4月の替え玉にての収録での電話だった模様なんですけれども。そうですね。本日はちょっと小庭さんにあのニュースがありまして。いや、ごめんなさい、僕今朝から来たのを見てるんですよ。この前ですね、どうやら小庭さんが機種変更したというニュースが今あの入ってきたので、そちらの確認を替え玉ニュースでしたいと思ったんですけれども。しょうもねえよ、ニュースがさ。小庭さん、機種変更はしたかどうか確認したいんですけれども。機種変更はいさせていただきましたけど、いつ頃機種変更を考え始めたんですかね。これからちょっとととねちゃん見終わったら徐々な奇妙な冒険見たいんですけど、ダメですか？ありがとうございました。以上、替え玉ニュースでした。続いてはお天気コーナーです。かえちゃん。はーい、皆さん、お天気のかえちゃんです。今日はかなり雨が降っているようで、かえちゃんも今もう濡れて濡れてびしょ濡れでございます。でもね、傘はささないっていうのがかえちゃんのルールなんですけれども、皆さんはね、ちゃんと傘をさしてあのお過ごししてもらいたいと思います。それでは早速お天気です。今日の東京はですね、雨、すぐに、曇りとなっております。雨ただいま降っていますが、この後すぐに曇りになって、その後後に晴れる予定なので、皆さんぜひあのこの後ちょっとですね、あと15分ほど待つとあの曇りになりますので、お天気気にしながらお洗濯をしてください。以上、お天気のコーナーでした。また明日。それでは本日の一句です。小庭さん、機種変更しキラキラに。先ほどの電話で分かった通り、そして確認した通り、小庭さんが機種変更した結果、とても生き生きとした生活を送っていることも分かることができました。皆さん、これからも替え玉ニュースお楽しみください。それではまた明日。